り食われたろうと二人で過ごした部屋で目を閉じたまま考えてた。悪いのは誰だ、わかんないよ。誰のせいでもない。多分僕らは何回だってきっと、そう何年だってきっと、さよならと共に終わるだけなんだ。仕方がないよきっと、お帰り思わずこぼれた言葉は違うな。それは最終的な答えだよ僕らが。